さてさて、今日は見つかるかね、ユーマ。新しい目撃情報はあったのかな。私は見つけられなかったんだけど。私も検索してみたけど、特に何もなかったね。まあ、これからっしょ。花代ちゃん。この前人手を増やすって言ったでしょ。花代ちゃんにも捜索隊に加わってもらうことにしたの。花代ちゃんはうちの学校でアルパカのお世話を担当してるんだ。生き物の扱いに慣れた、まさに生き物のエキスパート。私はただのお世話係で、そんなにすごいことは全然してないよ。いやいや、十分すごいって。そういうのって生き物に好かれる人しか任されないもんでしょ。これはいけるかもよ。花代ちゃんは事情は聞いてる？うん、ユーマがこの海に出たんだよね。突然一緒に探してほしいって言われたからびっくりしちゃった。花代ちゃん、無理しなくていいんだよ。ありがとう、歩さん。実は少し怖いんだ。海のユーマってどんなものなのかちょっと調べてみたんだけど、怪物みたいなものばっかりだったから。でも私で役に立てることがあるなら頑張りたい。それに出会ったことがない生き物に出会えるかもしれないと思うとちょっとワクワクするんだ。花代ちゃん、ありがとう。そこまで言ってくれるなんて、やっぱり花代ちゃんに頼んでよかったよ。安心して花代、いざって時は愛さんが海の魔物から守ってあげるからね。よろしくお願いします。よし、今日も張り切って探していこう。うんむむ、こっちには姿なし。みんな何かいた？カモメならいっぱいいるよ。さっきカニを見つけたくらいかな。私も何も。あれ？え？花代ちゃん、どうしたの？沖の方に何か見えた気が。